チャオ、あちゃんです。今日、6月の28日、ちょっとね、スーパーモニターでお買い物してきました。で、サクッと紹介します。アジの開き、2枚200円、1枚100円、3枚で、300円が半額、150円です。3枚で1枚50円です。で、人参、2、4、6本入って100円買ってきました。で、きゅうり3本入りで100円。で、大根、細い大根、うん、あっちゃんの足ぐらいの細さ、嘘つけって、はい、ごめんなさい、嘘つきました、50円、はい、で、キャベツ、100円、で、これなんだ、グリーンレタス、グリーンリーフ、50円、長野さん。で、あとアイス買ってきたの。子供、友達連れてくるから、またね、テスト期間中やし、明日からか、テスト入るから、またどうせね、帰り連れてくると思うから、アイス買ってきた。これ一箱、356円から71円引きの、285円。はい、一箱ね。できました。で、このね、冷えみかん、国産のね、温州みかん、おしゃ、温州みかん、泉州みかん、ちゃう、どこや、温州みかんや、はい、の、それで、一個のみかんの形、もう今ちょっと熱いから一個食べたろ、こんなみかんの形大好き、アイス、うん。甘うっぱくておいしい。21個入りです。ベトコいただきまーす。ということで、今日のお買い物、スーパーモニカのお買い物をサクッと紹介しました。ほんまね、早く晩ご飯作るから、もうそんな時期やね。今のトマチ切れても1年遊んでてね。うん、で、今お買い物行けたことないね。はい、で、その間に、今日鶏のささみが、傷んじゃうから、もう今日、ちょっとね、サラダにしようかなと思って、レンチンしたんだけど、動画撮れへんかって。だからもうその辺ね、また、作っていきたいと思います。では、またねー、バイバイ。